RTX4090 萌え萌えキュン問題エンディングは不完全な接続公式発表。どうもガンプランナーです。いやー、もう1ヶ月くらい経ちましたっけ。ちょっと最近日付の感覚が、あの後もやっぱ燃えてる、みたいな情報が出まくってたのん。ほんで個人で検証してる人もいるようでほんと頭が下がるのんで、で、どうなのよ。なんか途中経過とかも言った方がいいんじゃないのん。NVIDIA さんよー。そこ何もなしで RTX4080/16GB 発売とかなるから売れてないんじゃないのんとなっとったところに、冒頭でも話した公式発表、これで原因が分かったということで、一応燃え回避は可能になったと。原因分からず多分状態よりはかなりいいよね。ちゃんと接続してないから燃えてるんですんだって。ちょっと引っかかるんだよなそれ。わざとなら別よ。でも普通そんな使い方するわけないじゃん。今 RTX4090 買ってるのって NVIDIA の一番のファンなんだよん。ある程度知識あって組み込んでるわけでしょ。ちゃんと接続したつもりが実はそれじゃダメだったって話でしょ。一応確認方法も出てるのんよ。コネクターの爪を触らずに左右に揺らしながら抜こうとしても抜けなければ完全に接続されている。だってさ、いやそれ、見た目じゃわからないってことじゃん。これをユーザーがちゃんと接続してないからっていうのは違うと思うのん。こっからどうするかじゃん。原因わかりました。接続されてるかの確認もできます。でも本当に大丈夫。何かの拍子に緩んじゃうんじゃないか。ずっと付きまとうよ。これ。完全接続が簡単にはできない、についてもちゃんとわかってるみたいで、12V ハイパワーを簡単に接続できるようにする方法を模索中なんだと。まあ、まずは一番ダメージ少ない方法ってことを。ほんで、今回の原因で萌え萌えキュンしちゃった場合は、保証期間内であれば無償修理だそうだよん。予備のグラボ準備しとこうね。いやもう一旦回収した方がいくね。簡単に接続できる方法を模索中ってさ。なんなん、RTX4090 持ってないからはっきりとはわからないんだけどん。今回こうなってる原因はパッと見接続されてるように見えちゃうってことでしょ。つまりコネクタに遊びはないんでしょ。下から差し込めばとかねじりながらとかそんな問題じゃないんでしょ。だったらコネクタの形状変えるしかなくね。あ、そうか。これが変換ケーブル側のコネクタでどうにかできれば 12V ハイパワー変換ケーブルの配布だけで対処できるか。でもそうなると、電源側が 12V ハイパワー対応電源。ケーブル全滅じゃね。グラボ側のコネクタの場合 RTX4090 だけじゃない。RTX4080/16GB そして RTX4070Ti も大丈夫なんか。っていう不安が高い。どの道ダメージでかすぎる。まあちょっと今回の萌え萌えキュン公式発表について、英文を操されたものを見てるんで本来のニュアンスとはちょっと違うのかもしんない。そのまま読んでるとなんかおかしくねえか、と引っかかる部分あったんだけどん。そういうの抜きにフラットに見ると、原因が分かってて現在対策を考えてるってことなので、NVIDIA にはぜひしっかりこの萌え萌えキュン問題を解決して、安心して RTX4000 シリーズを買える、使えるようにしてほしいのん。ということで、ちょっと待てと、RTX3090Ti は燃えてる感じないじゃん。本当に接続がちゃんとできてないってのが原因なのん。本当にそれだけ。と思った人は、ぜひ次の動画もよろしく。